3.11 の時にさ、第二原発のメルトダウンを止めるために海水注入して戦ってましたよね。あの時に海水注入をやめろって命令してたの誰ですかと、首相官邸なんですよ。それに対して東電福島営業所の吉田所長が菅直人に向かって、お前ふざけんなバカか、出ていけって言ったんですよね。でもしあそこでメルトダウンを起こしてたら第5第6も吹っ飛んでたから、半径650キロ、名古屋まで人間が住めない状態だったの。芸能人の皆さんも心当たりあると思うけど、3月の8日に脱出してる人がいる。